はい、大楽の窓です。今回の話題、スパイ天国日本、フッ素化合の技術データ中共に流し放題、スパイ防止法もまだ成立させない日本での間抜けな事件に今回は突っ込んでまいりたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また同時にツイッターもやっております。こちらでは YouTube よりもさらに過激な発言もバンバンしておりますので、もしご興味のある方はぜひこちらも合わせてフォローいただければと思います。それでは早速今回の話題でありますけれども、中国スパイによる日本の先端技術漏洩事件と、こういうものでありますね。こういうニュースもすでに皆様も多くの方がですねご存知だとは思いますが、見られた方多いと思いますけれども、今の日本、正直これを聞いてもですね、このニュースを聞いても、あ、そうか、やっぱしねと、こういうことに、ね、なってしまうわけです。本当に恐ろしい話でありますけれども、まあただ残念なのがですね、え、まさかと、こういう反応にはもうもはやならないというのがね、今の状況だと思います。しかしながら当然ですね、当然日本全国国民の怒りの声はね多く上がっているわけであります。それはね確かだと思います。なので今回この話題をやります。まず状況ですね、日本の最大級の公的研究機関というところでありますけれども、茨城県つくば市の国立研究開発法人産業技術総合研究所というところの話であります。犯人はであります、中国籍上級主任研究員、なんでね上級だったんでしょうかね、よくわかりませんけれども、ゴン・コウドウと読むんでしょうかね、容疑者59歳ということであります。まあね、チャイナ人ということでありますけれども、こいつを警視庁公安部が不正競争防止法違反、営業秘密開示の疑いで逮捕ということでね、まあ、現行の日本の法律ではこれが精一杯だということだと思います。このような事件が国の研究機関から中国への情報流出として立件されるのは極めて異例、これでも極めて異例だというね、こういう事件になって逮捕されるというのは極めて異例だということですけれどもね、まあ確かにですね、極めて異例、これ当たり前であるべきなんですけれどもね、本来であれば。しかしながらこれ立件されることが極めて異例であって、実際にはですね、水面下ではもう本当に無尽蔵にあるんじゃないかなと私は心配するところであります。ではこのゴンなるチャイニーズですよね、一体どんな男で、具体的には何をしでかしてくれたのかということになるわけでありますけれども、こんなことがねあります。ゴン容疑者は平成14年よりということでね、産総研、まあ、先ほどの、ね、場所でありますけれども、略して産総研で勤務の傍ら、中国国防7校で教授としても働いており、中国の国家プロジェクトにも関与していたと見られるということでね、もうこれ誰がどう見てもバリッバリのですね、人民解放軍中共スパイなのに、なぜ日本はこうして平気でこういう人をですね受け入れるんでしょうか。こんな事件が発覚するしない以前の話ではないでしょうかね。はい、そして平成30年4月13日午後4時半、まあこれねもうはっきりこう分かっているということでありますけれども、電気絶縁ガスに使用されるフッ素化合物の合成技術に関する研究データを中国企業に対してメールで送信ということでね、まあこれなぜ具体的にこう分かるかというのはもう全部ねデータで残っているからですよね。それをなんで今ね5年も経ってからこうしてですね立件に至るんでしょうかね。もっと早くもうとっととですねその場で捕まえてやれと言いたいんですけれどもね、なかなかそうならない理由は何なんでしょうか。そしてさらにであります、ゴン容疑者から研究データの提供を受けた中国企業が約1週間後に中国で特許を申請していたことも判明しているということで、しっといですよね。もうそしてさらにですね、漏洩先のその中国企業ですね、それはですねゴン容疑者の妻が現在ですね日本の茨城県つくば市にですね
代理店を設立してそこのね社長にもなっているということです。そしてその本社ですよね、中国にデータが渡ってしまったその先の会社でありますけれども、その本社は北京の化学製品製造会社ということで、今回の特許取得によってフッ素化合物の合成に関わる先端技術をもうこれで持ったよということになったということです。ふざけてますよね、本当にね。というよりもチャイナ人はねこれ素早いと、とにかくやることだけは早いです。何でも実に素早いです。私もですねずっと海外でのビジネスというものにね携わってきた関係上ですね、過去の実体験からも実感しているところでもあります。まあ全てが全てね悪い人ばっかりじゃありませんけれどもね、特に華僑としてですねいろんな香港とかまあいろんなところでね活躍している人の中にはまあまともな人もいるわけでありますけれども、ただいずれにしても共通して言えるのはすばしっこいということであります。これぞと思ったらあっという間にですね持ち去るわけですよね。ですからこうしたスパイがですねあっという間に向こうで特許をね申請するまでに至るというのは不思議でも何でもないということです。そしてこのゴン容疑者が日本のね研究所に潜り込んで施設もね全部使ってやっていたことは、温室効果の低いですねガスの生成につながる可能性があるということで、中国企業がその価値を見出していたんだということだそうです。まあこんな技術を取得して自分たちの国でもですねさっさと特許まで申請したわけでありますからね、我々は環境のことを考えているあるよという話だと思いますけれども、ふざけてる話です本当に。そしてその技術を利用したものをこれから世界中からですね、まあ要は受注してですねバンバン売りまくるということもねやるんじゃないでしょうかね、安価で。まあ要はですね、まあ最先端技術といっても彼らができるのはね限られてるでしょうから、安易な使い方をして、まあ安直なね製品をバンバン売るんじゃないかと思います。一方に今後日本がですね関連技術で何かしようとしたり特許を取ろうとしたりしてもですね、チャイナに先にやられてしまってますから、日本がパクったかのような話にもなりかねないということです。まあこれはですね言うなれば韓国でパクられた農産物、あれとねちょっと質が似たようなもんだと思うわけでありますけれども、では今回のこの事件に対して日本政府の反応とは私はあえて言ってしまいますけれども、どんな反応を示しているのかと報じられているのかということであります。はい、こんな感じですよね。日本政府は経済安全保障を重要課題と位置づけ、警察当局も事件の発生や企業研究機関への助言などの対策を強化するというね、こういうね何を唱えているんでしょうかね。実行あるのみなんですけれどもね、こういう時には唱えるんじゃなくてですね、例えばチャイナの千人計画ってご存知ですか日本政府さんと、こういうね対落も嫌味さえ言ってしまうことになるわけですけれども、要するに今現在中共はですね海外から技術をパクるのみならずですね、お金をばらまいて、そして世界中の優秀な技術者をかき集めようと、1000人集めてやろうと、そういう話ですよね。すでに2008年からこれ堂々とやっているわけでありますけれども、こんなことがあるにもかかわらず、つい5年前にもこういうねすでにパクられているよということをしでかして、ずっとまあこれ5年前に分かったと、やっていたことが今分かったというだけであって、こんな男をですね入れていたのはもうそれこそ平成14年からという話ですからね、話になりません。確かに例えば反日左翼の活動家についてはね、もう奴らに何を言ってもどうしようもありませんけれども、しかしながら日本の政治家の中にさえスパイ防止法反対だなんていうですね間抜けなことを言う、まあ言う連中は間抜けじゃないんですよね、彼らは自分たちの方針のために言っているわけですからね。ただそれをね甘んじてねそのようにさせている日本の政治家ですよね、何をやっているんだと思います。実際政府もね ですから結局は通さずに今現在こうしてのうのうといるわけです。例えば技術研究を行う人たちですよね、実際にね今回筑波にもチャイナ人はさておきですね、本当にね一生懸命研究している人たちがいるわけでありますけれども、
まあ、あるいはですね、その他にも文化、伝統、芸術に打ち込む、そういった人たちも日本には多くいるわけでありますが、そういう人たちは本当に純粋にものを、良い技術を、あるいはね、素晴らしい文化、伝統をどんどんね、生んでいってほしいと思うわけでありますし、日夜それにね、没頭している、それで良いと思います。ところがですね、ネットではこういう人たちに対してでさえ、なんだかね、頭の中がお花畑かのようなですね、そういうことを言う人もね、散見するわけでありますが、平楽の考えはここについてはちょっと違います。そういった技術者やものを作る人たちに対してですね、政治のことまで考えてね、日夜やれというのはですね、ちょっとね、そういうことを強要するのはちょっとおかしいと思います。酷だと思います。私はですね、どうかご自身のお仕事にね、使命に没頭されてくださいと思うわけで、それでいいんじゃないかと思います。中にはね、政治的なこともね、当然考えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、とにかく日本というね、その根本さえ抑えていただければ、あとはね、余計なことは考えずにですね、打ち込んでくださいと思うのが平楽の考えです。だからこそ政治なり行政があるんじゃないでしょうかね。そこに政治家がいる、警察がいるということではないかと思います。はっきり言いますが、ただね、今現在ここが無能だからダメなんですということです。そもそも今回の事件にしてもですね、根本からして、例えばですね、チャイナ人を日本の中央研究所に兵器で入れる、それを取り締まる規制をするですね、法律すらないというね、これ一体何なんだと思いますよね。スパイ天国やりたい放題の日本、捕まっても大した罪にもこれならないんじゃないでしょうかね。これが反対にですね、日本人がチャイナに行ってですね、まあ、もっとも日本人はそんなこともしませんし、向こうだってそんなことをさせないというふうにやっているわけでありますけれども、しかし何にもしていない日本人があらぬ疑いをかけられる、言いがかりをつけられる、そして何年も収監されることと、次第によっては極刑だってあるというね、そんな状況、これどうするつもりなんでしょうかね。この日本と向こうとの差ですよね。日本は今回の事件にしたってですね、下手したら穏便にそっとお帰りいただくなんてことだってね、過去の事例から考えたらありえなくはないと思ってしまいますよね。スパイ法案はいらない、 LGBT 法案はバッチし通しますという、今の日本こんな調子だ、まだまだこれからも終わりなくいろんなことが次から次へとやってくるのではないでしょうかね。日本国を守る法律を作ってこなかったツケが、これから本当に怒涛のごとく押し寄せてくるかもしれませんよと、あなた方政治家さんはどうするつもりですかということですけれどもね。だからそうはさせまいと、私たち一般のね、日本国民は黙っていないと、こうして声を上げるわけでありますけれども、ただね、私たちもそんな中で行政も悪い悪いばっかりではありません。国民からのね、支援の声もぜひね、送るべきだと思います。最近こんなニュースがありましたのでね、これ毎日新聞からの記事でありますけれどもね、まあ毎日新聞が取り上げる上においては、私たちと全く真逆の意味でですね、こういうニュースを取り上げているとは思いますが、じゃあ私たちも真逆の意味でこれはね、受け止めて報じてあげましょうということであります。福岡県の警察署へ遺失物の相談に来た外国籍の女性というのがいたそうでありますけれども、対応した会計課の職員が今一度自宅をね、探すように促したということです。お帰りなさいと、もう一回よく見てみなさいということですよね。ところがそういうふうに言われたこの外国籍の女がですね、さじめはですね、日本語でちゃんとね、いろいろ事情説明とかしていたようなんですけれども、取り合ってくれないと分かった途端ですね、激高したそうです。そして外国語でまくし立てて、近くにあったですね、遺失物届を破いたと。本当に腹が立ちますけれどもね、何をやってるんだということであります。まさかそんなことする人間が警察署に来てね、いるはずもないということでね、取り合った警察官の人もびっくりしたんだと思いますけれども、ここでですね、女性巡査部長が仲裁に割って入ってきたそうであります。そうするとまたこのね、外国籍の女は外国語でわめき出したということで、
女性文化部長は日本語で話してくれないかなと一生懸命ね言ったんですけれども、さらにもうこの外国人の女は激高してエスカレートするばかりだということで、しまいに女性巡査部長はですね、もう中国に帰れとこのようにね言い放ったそうです。そしてですね、まあこれがねちょっと問題になったということで、毎日新聞は記事にしているわけでありますけれども、同書は発言を事実と認めた上で、今後の調査で不適切な発言と認められれば県警本部に報告し処分を求め含めて対応するとしているということだそうです。まあこういうことがね発表されたということでありますけれども、まあこれですね、警察署の発表もですね通り一辺倒の、これこそですねお題目であってほしいものでありますが、まあこの福岡のね警察署の発表、これこそ通り一辺倒のお題目であってほしいものだと私は思うわけでありますけれども、女性巡査部長が中国にと言ったのがね、もしこれ問題であるならばというのはですね、まあ、記事にはあくまで外国籍の女性ということでですね、その時には中国籍とはわからない、まあ、ただですね事情聴取している段階でどこの国ですか、どこの国籍ですか、パスポートはどこですかということは当然確認しているわけですから、この毎日新聞の書き方もおかしいんですけれどもね、国籍がわからないのに勝手に決めつけて中国にと言ったのが問題だみたいなね、そんな感じになっておりますけれども、ただ仮にですね、それがねもし違ったとしてもごめんなさいねで済む話ではないでしょうかね、こんなもんは。あるいは本当にチャイナの人であるならば何が悪いんだと開き直っていい話だと思います。これ国民でねみんなで応援する話ではないかなと思いますけれどもね、それよりも外人が日本の警察を頼ってきている、そんな分際でですね、自分で物をなくした分際でわめくは器物破損をしでかすわで、こいつこそ本当に許される話ではありません。女性巡査部長が言ってくれたことは処分になど絶対に値しません、帰れと言ったことですよね。むしろ昇進させてあげるべきではないでしょうかね。皆さんはこの辺どう思われるでしょうか。これについてはですね、平楽がですねショート動画でも上げておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、ということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願い申し上げます。また今回もぜひ皆さんのコメントですよね、楽しみにお待ちしておりますので、どしどし書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。